モスクワのクレムリとは、ロシア語で、要塞、城塞、城を意味する語。年代記の1317年の上に、トベリの城塞建築の際に、クレムニクの名で書出するが、その語源には、諸説あり、円や、柵を意味する、古いスラブ語に由来するとの説のほか様々な説が、唱えられている。クレムリンという呼び方も、一般的であるが、ロシア語から見れば、正しくない。カザンのクレムリニチニノブゴロドのクレムリロシアの歴史ある都市の中心部には城壁や塔などを巡らせて要塞化した建築物群が見られるが、これらはクレムリと呼ばれる。クレムリは近くに川や湖など自然の障害物のある丘の上に建てられ、クレムリ内部には甲状戦に備えた武器弾薬庫のほか、大聖堂、工房、宮殿、聖庁舎など、貴族らによる支配の中心となる施設があった。市場町はクレムリの外に広がるが、さらに市街地全体も城壁で囲まれている場合もあった。現在クレムリと呼ばれている建物の中には、本来の意味のクレムリである都市の防護用の城塞でなく、国境地帯などに設けられた軍の全焼を前身とするものもある。また、要塞化された修道院を指して、クレムリと呼ぶこともある。ボログダやロストフのクレムリは主教の住まいを要塞化したものだった。クレムリンの語はロシアに数あるクレムリの中でも最も知名度が高いクレムリであるモスクワのクレムリを指して使われることも多い。モスクワのクレムリはモスクワ側に面した貸し段球場に建てられ、歴代のモスクワ大公やロシア皇帝により宮殿や聖堂などが増築されていった。かつてモスクワのクレムリにはソビエト連邦共産党の中枢があったため、クレムリンはソ連首脳部の代名詞でもあった。現在ロシア大統領府はモスクワのクレムリにあるが、ロシア連邦政府はクレムリ外の建物を使っている。イヴァン3世時代のモスクワクレムリン、アポリナリー・バスネツォフ中世初期のルーシの町は水の豊富な開けた場所に建てられていた。町は堀を周りに巡らせ、木造の壁や塔で中の家々を守っており、街並みや聖堂も木造だった。木造の砦はスラブ諸国やスカンディナビアには古くから見られる伝統だが、13世紀頃からは石造の城壁や建物も見られるようになった。こうした要塞を指すより古い言葉としてデティネツがあるが、次第にクレムリという表現にとって変わった。ロストフのクレムリ13世紀前半のモンゴル帝国の襲来でロシア南部や東部の都市は破壊され、木造や石造の城塞も破壊された。その後のロシアのクレムリはモンゴル人やタタール人などとの戦いの中で洗練されていった。ロシア北西部のプスコフ州やノブゴロド州にはモンゴル襲来以前の要塞の様式も残るが、これらの土地では西方のリトアニアやポーランドによる襲撃が頻繁に起こり、多数の全焼がプスコフ周囲の国境地帯に築かれた。都市や国土の防衛が急がれる際には、建設期間が短く済む木造のクレムリも作られたが、やがて既存のクレムリは石やレンガで補強されるようになっていった。クレムリの建設は17世紀から18世紀頃まで行われていた。しかし18世紀から19世紀にかけてクレムリは軍事上の重要性を失い、新古典主義建築による都市改造などとともに撤去されるクレムリも多くなった。スモレンスクのクレムリ、コロムナのクレムリ、シュリッセリブルクのオレシェク要塞。ありがとうございます。